ばんは。キックベース見てた。そうだ、今日妹スだ。見てました。そんな長くやらないんですけど、20分ぐらいやります。こんにちは、こんにちは。山猫さん、あさみんさん、こうじさん、お寿司屋、お寿司さんだ。 TM さん、昨日寿司食べた。170人も見てるのにコメントが6個って、ちょっとコメントして、ありがとう。スノードームありがとうございます。高木さん、こんばんは。やっほー。つぶつぶお初です。たかのりさん、たかゆいさん、はっちょさん、なぼすけ。そう、できた、できたっていうか、もうめっちゃ朝早いから、今ちょっとだけして、あの、早く寝ましょうっていう作戦ですね。りとくん、うーたくん、またまた、ふるふるさるじろう、ごりじろう、ありがとう、みんなありがとう。こんばんは。そう、朝めっちゃ早い。明日5時起きに、5時前には起き、5時前ってもうやばいね。5時に起きる。まいせんさん、変わってるね、名前変えた。たかさん、久しぶり、元気ですか。イモステレビ見た、本当楽しかった。イモステレビ、そう、ね、今日ファミリー劇場さんで8時半から放送されて、多分終わったのかな、もう。イモステレビ、キックベースのキック編みたいな感じかな、あるんだね。無理してないよ。嫌な、嫌ですか。ちんくん、こんばんは。キーベースを、キーベー見てください。あのね、前回のやつはもう多分見れるから、私見なきゃいけない。そう、見る、面白かった。今本当、じゃあ期待します。明日に見れるようになるのかな、あの見逃し配信的なやつでしょ。俺は明日5時50分起き。そう、5時50分には私家出る時間、5時に起きる。ももちゃんとしてお仕事です。明日休み、いいじゃないですか。いいじゃない、なん、いいじゃない。日曜日あって月曜日休みってもすごくないですかね。徳島のひーくん、ありがとう。スノードーム5時半起きです。もう5時にさ、起こしてほしい、誰か。い、起きるんだけどね。尾道ラーメン食べたいね。でも明日はね、尾道ラーメンじゃなかったかな、食べるの。尾道は結構最近尾道よく行ってますね。ね。見ました、宣伝の動画に映り込んでたの見ました。尾道ラーメン鹿かたん美味しい。カピバラさんハートありがとう。みきゃく、尻の下のためはもう当たり前なんだけどね。そう、早く起きるので、明日はね、早く起きて、今日ももう早く寝ようと思ってるので、発信できないかもしれないし、明日。よろしくお願いします。そうだね、終日あるね。お仕事終わってレッスンあるので、そう、部屋着っちゃ部屋着。そう、いや本当に叩き起こしてほしい。なんか叩き起こすっていうか、
さっと目覚めるにやっぱ早く寝ないとね、朝が辛いんですよ。パジャマでドライブ、月明かりを道案内に、パパに叱られる、道を走る秘密のデート。ん？いいね、ありがとうございます。あ、そう、今日練習しました。あのメール送った、多分ね配信してるよっていうメール送りました。もう届いてる頃にやってるかも、今あれだから見れてると思うけど。タッツーくんバラありがとうございます。有名人から、そうだ、あと何だっけ、そうメール送ったんですけど、そう練習をしてきました。あの歌唱力の AKB 紅白今やって、ちょっとだけ見奈々さんのとこ見た。そう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 、ユタとマックさんバラありがとうございます。俺も昨日はカラオケ忘年会やってきた。そっか、そういう時期か、忘年会。喉が鳴った。歌唱曲の発表はいつなんだろう、発表されるのかな。でももう決定しました、楽しみにしときますか、まあ、楽しみにしとくしといてください。なんか何かしらのあれがあるまで。STU ほのたんなあちゃんみゆみゆで1,2,3 狙うって配信で話、誰が話してたの。としやさん、西川ゆうに STU ありがとう、くま嬉しい、ありがとう、くまちゃん。わかんない、あ、船長が言ってた、え、嬉しい。多分なんか反射してなんか白くなってる今すごくね、顔が嬉しい、今話してた、頑張ります。そうそう、練習をねしてて、いやー、うん、練習してきました。やっぱ今2つ練習してる曲があるんですけど、どっちも違う感じでね、なんか曲調とかも、あ、喉を結構あれされるようなやつで、すごくなんかうーんって思ったんですけど、もうあっという間だから、うん、うん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 、優しいキスも歌ってきた。そう、季節外れの真冬の海誘ってやれた、あなたはな何も言わずに砂浜を歩くだけ。あ、メール来た、本当ありがとう。じゃ、みんなが今メール来たって言ってくれる、バラありがとうございます。波打ち際を少し後から、なんとかなんとか、あなたは、うん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 、夕暮れが近づいて肌寒くなった頃に、自分のジャケット脱いで、投げてくれたけれど、優しくするよりキスをして。さあ、ほのめで見来た、そう、書いたら、書いた、歌いましたって書きました。ゆずぽんさん、ハートありがとう。低音があるんですよ、優しくするよりキスをしてね。え、こんばんは。
まあいつ披露するのかわからないんですけどね。土日は岡山に行ってた。へえ、岡山なかったっけ。あなたは何も言わずに。でも私ほんと知らなかったから、曲だったから最初覚えるのから、あと音程もちょっと微妙なとこがあるので、なんかやるよまだ。普通に、あ、なるほどね、普通に遊びに行った。でも AKB 紅白と今やった時にね、ちょうどあのあれしたんだけど、カラオケでそう練習してたんだけど、うんうんうん、こんちゃ七並べ当たったかな、こばちゃんさんありがとうございます。なんだけどね、あの AKB 紅白さんとなんか歌披露するようなやつだから、私もでなんか次回っていうか出たいなと思って。そでも出たいなって思う人でもたくさんメンバーいると思うから、ちょっとほんと結果を出してあの見せ場っていうか、なんかそういうステージを任されるような歌声を披露してね、いろんな人を感動させるような歌声をできるように頑張ると思って練習しました。してました。1月11日かなだけどね。出たいというか歌いたいなでは思います。うん、そして今出てるよ、覚えてるよ、七並べした。あのね、いきものがかりさんのブルーバードっていう歌を聴いてください。今一番おすすめしている歌、好きになってほしい決勝の日までに。久しぶり、ミオアットマークさん久しぶりです、こんばんは。いきものがかりさんの、そうアニメの曲だったのかな、なんか多分本当に聴いてほしい。あのね、これ本当にあのブルーバードは、まあ、青い鳥っていうあれなんだけど、歌うとか聞くあれでなんか意味をこう調べていて、なんでこの歌が好きかっていうと、あの、まあ、歌詞を見たら分かるんだけど、まあ、なんかそう頑張った結果いい景色を、いい景色っていうかいい景色をね見たんだけど、その景色を見るためには辛いこととかしんどいこととか経験しなければいけなくて、そうだからその頑張った人にしか見れない経験できないこと、辛いことも含め景色とかそういうものを表したやつで、何かを捨ててまで結果を追い求めるようななんか曲です。まあ、詳しくはネットでちょっといい歌詞の意味とか見てみて、いっぱい書いてある。悲しみとか切なさとかもね、頑張ったにしとしか見れない景色、私も見たいなと思わせてくれるような歌です。あとなんかノリノリになるかな、この歌歌ったら生きる希望をもらえるっていうね、大げさかもしれないんだけど、そういう風に思います。カラオケ対決しましょう、しましょうしましょうっていうか歌みたいにいいね話して、ノブラットマーク群馬さん、小判とバラありがとうございます。高津さんアイスありがとう、アイス。ルーバード歌詞意味、変なさんさん誰もありがとう。そうでも歌うのもすごい難しいからだね、
歌うとするとな。2番も青い青い空って何回も言ってるとこがなんかもう届かないところに手を伸ばしてるみたいな、そうで好きなんです。カープスキス君さん、ハートありがとうございます。ブルーバード、確かにツイッターっぽいけどね、ツイッターじゃない。ユウとアットマークさん、バラありがとうございます。ブルーバード大使、歌ってください。落ちてゆくとのところが趣味で、そう、そこポイントですね。もうなんかもう頭の歌詞とかもなんか、羽ばたいたら戻れないとして、目指したのは青いあの空っていうね、ここがいいですね。もう戻れないところまで行くっていうのを知っていてっていう曲です。25分までって言ったんですけど、もう結構経ってますかね。宮城拓が捨てていくみたいなところ、私も好き。そう、力強い曲だね、歌うのもね。ありがとう、あ、秋里さん、カブズキシクさん、ハートありがとうございます。やっぱ本当にね、決勝予選の時もしたんですけど、あの歌詞も全部書いていますので、書いてる。あと5分くらい、本当はまあでもそろそろ終わります。今日早く寝て、ももちゃんと明日早朝からお仕事、会える、嬉しい。さっきももちゃん、さっきっていうかなんか連絡あって、なんかぬいぐるみとなんか遊んでるみたいな、ちょっと結構怖い画像と一緒に送られてきました。明日は一緒にお仕事です。佐竹さんと加藤さんじゃない加藤田さんと矢野さんで、はい、よっしゃ、頑張ってね、頑張って、ありがとうございます、頑張ります。5時に起きる。2日連続配信中って本当だ、2日連続すごい出る、ももちゃん、やばいね、大丈夫かな、門田行方不明、門田さん、おやすみなさい、また配信見に来ます、おやすみなさい。今日2回目なの、そうなんです、行方不明ですかって、どういうこと、まあいいや、告知、宣伝としては、今日まで陸上公園のモバイル先行受付、26日の夜に私は出演するんですけど、そう、申し込みしてます。ぜひ広島ギバントホール来てください。ぜひ来られる方、あの瀬戸マイクもあるしね、次の日は。応募した、ありがとうございます。あ、違う、瀬戸マイクある日は全然違いました、すいません。申し込み完了です。そして握手会の決算っていうか、まあ何とは言わないんですけど、あの最後のね、決算までが遠足みたいなねやつも明日までだったかな、明日の午前中までって感じだったので、よろしくお願いします。頑張ろう、明日から月曜日ですけど頑張りましょう、頑張ろう。
頑張ろう頑張ろう。よし、そう、感謝枠が消えちゃったら悲しい。なんか書いてる、これ書いてる。明日も頑張って頑張ります。これとね、これも書いてる。いや、よかった、配信できて。ちょっと早く帰れたんで、明日早く起きるので早く寝ます。もうちょっと眠たいけどね。なんかね、バドミントンしたって言ったじゃないですか。めっちゃ筋肉痛がもうすでに来てます。ちょっと痛いな、痛い。すでにちょっと痛いんですけど。寝ます。はい、おやすみなさい。おやすみ。壇上を読む、今日は配信読まないっていうの忘れていたので読まないつもりだったんですけど、ちょっとあのランキングちょっと頑張ってくださった人いるのでたくさん読みます。13位ゆずぽんさん、12位としやさん、ありがとう。11位動物園、動物園、動物園さん。10位青木地さん、9位岡ぽんさん、8位マスさん、久しぶりです。7位あさみんさん、6位ぼやっき TT さん、5位よしゆさん、4位いだかつさん、3位あきさとさん、2位のぶらとまぐうまさん、おめでとうございます。そして今日の1位はディク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 カーブ好きいちくんさんです。おめでとう。真っ赤なハートにしたい。カブズキシクさん、おめでとうございます。あ、いた、イエーイ。ありがとうございます。10時まで5分おきにとりあえず並べます。眠る準備しながら並べます。何分、今何分なのかな。34位わし、ありがとう。今24分、じゃあ30分から5分おきに30、35、40、45、50、59分、あ、間違えた、大丈夫なのか、10時まで、最後10時で30分間5分おきに、計何回かな、30、35、40、45、50、55、10時、7回やります。7回やる。寝てなかったら5分とかもやるかもしれない。でも頑張ろう、やりましょう。今15位ですね、推しメンランキングキープ、もしくは上に上がりたいので、もうちょっと頑張ります。よろしくお願いします。さあ、ちょっとありがとう、ケチロさん、ハート、ウーパールーパーさん、花束ありがとう、クロちゃんさん、あきささん、山猫さん、ゆうたとまくさん、徳島のひいこさん、ありがとうございます。で、終わりたいと思います。じゃあね、バラありがとう。あれ送る、メール送りますので、まだお休みはメールでいいよね。明日早起き頑張ります。当たろう、ときめいたりきらめいたり奇跡いったりしましょう。じゃあね、おやすみなさい。頑張れ、明日も。バイバイ。